ただいま。パタ。パパ、おかえり。って、ママ大変、ママ大変だよ、パパが死んじゃった。うわ、死んだように見えるけど、ハルトの毛根はギリギリ生きてるわよ、リン。って、リン、起きたのね。リンね、よくわかんないけど、それパパが聞いたら、えーんって泣く気がする。あれ？ハルト？どうして倒れてるの？ハルト！しっかり、ハルト！水を。リン、持ってくるね。はい、パパ、カッパさんのお皿に水あげるね。あれ、元気出ない？何やってるの、リン。うわ、だってパパ、お皿が乾いてるから元気ないんでしょ？違うわよ、きっと喉が乾いてるの。ほら、ハルト、水。ありがとう。うわぁ、生き返った。大丈夫？ああ、いやぁ、今日忙しすぎてさ、昼飯を食う暇もなくて、水を飲むことさえ忘れてたんだよね。そんなに忙しかったんだ。パパ、よしよし、頑張ったね。リン、ありがとう。最近遅くまで頑張りすぎじゃない？いやー、しょうがないんだよ。私からお父さんに言おうか？いや、そんなことしなくて大丈夫だって。きっと、もう少ししたら落ち着くから。そう。パパ、無理しないでね。うん、大丈夫だよ。さ、リンはママと寝ておいで。うん、パパ、おやすみ。おやすみ、リン。俺はハルト。愛する妻と、娘のために働くサラリーマン。お父さんが経営している会社で働いている。今日遅くなった理由、それは。それじゃあ失礼します。ハルトくん、ちょっと待ってくれ。どうされましたか？実はここのところ我が社の売り上げが落ちていてな。何か起死回生の案を考えてくれないか？起死回生の案ですか？頼む、明日までに考えてくれ。明日まで？そうじゃないと、この会社はおしまいだ。じゃあ頼んだぞ、ハルトくん。次期社長候補の君に、この会社の将来がかかってるんだ。わしはちょっと出かけてくるから。ちょっと、お父さん！これが、今日遅くなった理由だ。お父さんは何かと、俺に無理難題を押し付けてくる。次期社長候補とか言ってくれてるし、きっと期待してくれているんだろう。そして、何より愛する妻、綾音のお父さんのためだから、俺は頑張っているんだ。その数日後。パパ、今度お休みだよね。ああ、うん、そうだったな。リンね、夢の国行きたい。夢の国。ああ、リン、公園じゃダメかな。しももちゃんもめいちゃんも夢の国に行ってるんだよ。リンも行きたいな。よし、行こう。ちょっと、ハルト。やったー、パパ大好き。今週は給料日だしさ、行けるだろう。うちの家計の苦しさは知ってるでしょ？大丈夫、そろそろ給料も上がりそうだし。それ、本当なの？そう言っていつもお父さんにいいように言いくるめられてるよね。大丈夫、今度こそはあげてもらうから。って、そんな話はないから交渉しなきゃなんだけどね。いつまでも凛や綾音にこんな思いをさせてるのは申し訳ないし、明日お父さんに交渉してみよう。翌日。社長。おお、なんだね、ハルトくん。ああ、何かいいアイデア思いついたかい？あ、それは、資料にまとめてあるので、後でお見せします。さすがだよ、ハルトくん。やっぱり期待を裏切らないね。いやー、本当にいつも助かるよ、ハルトくん。いえ。じゃあ、早速見せてくれないか？その前に、お話があるんです。話？なんだね、
もしかして娘とうまくいってないとか。違います、給料の話です。給料？ああ、もうすぐ給料日だよな。それがどうかしたのかい？こんなこと言うのは申し訳ないんですが、手取りで12万円はさすがに少ないんです。日々の生活に精一杯で、凛を遊園地にも連れて行ってあげられないんです。そうか。もう少しあげていただけませんか？20年間もこれで頑張ってきたんですから。あげてあげたい、あげてあげたいところだけど、本当に申し訳ない。実は今まで給料を上げなかったのにはちゃんとした理由があるんだよ。理由？それって何ですか？うちの会社はずっと赤字なんだ。え？驚いたろ。ハルト君が入ってからずっと赤字なんだよ。わしがよく出かけるのは資金繰りのために、いろんな社長のところに頭を下げに行ってるからなんだ。そうだったんですね。ハルト君にも彩音にも凛ちゃんにも迷惑をかけてるのは分かってる。でもどうにかこの会社を立て直し、ハルト君を社長にするから。そうすれば裕福な暮らしができる。そのためにわしは今必死で頑張っているんだよ。だから申し訳ないが、ハルト君、もう少し一緒に耐えてくれないか？そこまで考えてくださっていたんですね。それなのに俺、申し訳ないです。わかりました。社長、一緒に頑張りましょう。ありがとう。本当にありがとう、ハルト君。資料持ってきますね。ああ、頼んだ。今は耐える時なんだな。将来のためにお父さんも頑張ってくれているんだ。俺も頑張って耐えないと。そして一刻も早くこの状況を抜け出すため、今まで以上に頑張らないとな。さてと、わしはちょっと出かけてくるよ。お父さん、もしかして資金繰りに行くのかな？いつもお父さんにだけ頭を下げさせるのは申し訳ないし、今日は俺もついていこう。そしてお父さんの後を追った俺。あれ、見失っちゃったな。太蔵ちゃん。あ？誰かがお父さんの名前を呼んでる？おお、かなちゃん、出迎えてくれたのか。ありがとうな。当たり前じゃん。太蔵ちゃんは毎日来てくれるお得意様だから。こんなに毎日来てるんだから、そろそろアフターを考えてくれよ。ああ、もう少し仲良くなったらね。約束だからな。ここキャバクラだよな。しかも女の子のあの話しぶりだと、お父さん毎日キャバクラに来ているのか。資金繰りって話は？俺はお父さんに不信感を抱き、会社に戻って帳簿を見ることにした。すると、嘘だろ、俺以外全員給料だと？ありえない。よーし、ドンペリ入れちゃおう。太蔵ちゃん、さすが。あれ、社長早いっすね。もう飲んでるんすか？おお、二人とも。別に俺がいなくても優秀な義理の息子がどんどん金を生むアイデアを出してくれるからな。それなのに、ハルト君の給料は手取り12万円なんでしたっけ？社長も人が悪いや。いやー、だってムカつくじゃないか。うちの可愛い娘を持っていきやがって。まあ、騙される方が悪いんだよ。あいつは人を疑うってことを知らないからな。次期社長になれると思って今もきっと必死こいて働いてるぞ。あいつを社長にする気なんて一切ないのにな。まあいい、あんな奴の話より、飲もう飲もう。今夜はわしのおごりだ。あざーす。その翌日、頭痛いな。昨日飲みすぎたか。かなちゃん、結局アフター行ってくれなかったし、いつになったら行ってくれるんだ。社長！どうした？ハルト君の机にこんなものが。ああ、は？退職願い？どういうことだ？
ハルト君に電話してみる。おい、ハルト君。何でしょうか、お父さん。何でしょうかじゃない。この退職届は何だ。何って、今日限りで辞めさせてもらうんです。何言ってるんだ。この前一緒に頑張ろうって話したばっかりじゃないか。お父さん、やっぱりあの給料じゃ働けません。わかった。2万円増やす。2万円増やしてやる。それならいいだろ。な、戻ってきてくれよ。いや、お断りします。それなら10万円、10万円増やしてやるよ。な、これだけ会社が厳しい中で10万円も増やすんだぞ。ハルト君はこれで一番の高級鳥だ。戻ってきてくれるよな。さすがにここまで出せば戻ってきてくれるだろう。戻りません。なんだと？戻らない？はい。貴様、わしは社長である前に義父なんだぞ。愛する妻の父親がここまで頭を下げているのに戻らないとはどういうことだ。だってお父さんの言ってること全部嘘じゃないですか。わしが言ってることが嘘？どういうことだ。10万円増やしていただいてもこの会社で一番の高給取りにはなりませんよね。それどころかダントツで一番低い給料だってことは分かってるんです。何を？昨日帳簿を見たんです。え？帳簿を見た？はい。そこには全員が120万円以上の月給をもらってることがしっかり記されていましたよ。相当儲かってるそうじゃないですか。赤字っていうのも嘘ですよね。かなりの黒字じゃないですか。資金繰りなんかせず毎日キャバクラに行ってるみたいですね。あー、いや、それはその、とにかく俺は会社を辞めさせていただきます。今までお世話になりました。待ってくれ、ハルト君。どうでしたか、社長。ハルト君、辞めると言ってる。え、それってまずいじゃないですか。別に構わん。あんなのがいなくてもうちの会社はなんとかなる。みんな今まで以上に頑張るぞ。はい。本当に大丈夫か。こうして俺は会社を辞めた。まさかずっと騙されていたとはな。そして数ヶ月後、今俺は日雇いの派遣で働きながら就活をしている。正直今の方が給料がいい。今まで何をやってたんだろう俺。じゃあ行ってくるな、あやね、りん。パパ、元気ないね。そうね。でもね、もう大丈夫。そっか。うん、きっと元気になるわ。さすがに20年間騙され続けたショックは大きい。未だに立ち直れないや。おい、ハルト君。何でしょうか。ハルト君にお客様だ。はい。誰だろう、お客さんって。え、お父さん。助けてくれ、助けてくれ姉ちゃん。わしが悪かったから。そんなんで許すわけないわ。ごめんね、ハルト君。グッデーがハルト君を傷つけたようで。あなた。私は泰造の姉のハルエ、そして泰造の会社の筆頭株主でもある。あ、そういえば結婚式で。ああ、思い出してくれたかい。山にこもって熊相手に修行していたんだけど、あやねとりんちゃんがわざわざ私のところまで会いに来てくれてね。泰造がやったことを教えてくれたんだよ。そうだったんですね。そういえばあやねから聞いたことあるかも。親戚に昔有名だった柔術家がいて、今は山奥にこもってるって。きっとそれがこの人だ。ほれ、土下座して謝るんだ。はいぞ。ごめんなさい。知ってるかい、泰造。土の下に座ると書いて土下座だ。そこは土の上だろうに。よし、私が手伝って。
てあげるかね。うわあ、姉ちゃんやめてくれ。うわあ、お父さんが見えなくなった。タイゾウや、タイゾウと一緒にハルト君をはめたやつは山に連れて帰って根性を鍛え直すとするよ。それでね、ハルト君、あの会社はハルト君が経営してくれ。え、それって。ああ、ハルト君に社長をやってほしいんだ。できるかい？いや、その、さっき久しぶりに会社に行ったら、ハルト君がいなくなった途端に、業績が悪化したと聞いた。みんな、ハルト君に戻ってきてほしいと口々に言っているし、ハルト君が社長なら大歓迎だと話している。それに事情を知らなかったことを謝りたいとみんな言っていたよ。あやねからも話を聞いたが、大丈夫、あんたならできるよ。ハルエさん、いや、社長はわしが。あんたは埋まってなさい、ヒデブー。わかりました。やらせてください。そう言ってくれるとありがたいよ。これで安心して山に帰れる。ほら、行くよ、タイゾウ。とりあえず熊と組み手からだね。姉ちゃん、死んじゃう。そんなことしたら死んじゃうから。大丈夫。人間はそう簡単に壊れやしないから。ここに来る前にトラックに引かれても平気だったし、姉ちゃんとは体の作りが違うんだ。わしは人間なんだよ。さ、とにかく行くよ、ハルト君、助けて。その後、お父さんとこの一件に関わっていた人たちは皆、ハルエさんによって山に連れて行かれた。最近、とある山で男性たちが熊から逃げている画像が SNS で話題になっていた。隅に小さく春江さんが写っていたから、本当に熊と組手をさせられてるんだろうな。ちなみにお父さんからは今までの給料としてなんと3億円ほど振り込まれた。きっと春江さんが払うように言ってくれたんだろう。春江さんには本当に感謝だ。そして彩音と凛にも本当に感謝だ。彩音、凛、本当にありがとう。大したことしてないわよ。大したことしてないよ、パパ。リン、大したことね。あのさ、これ。うわー！夢の国のチケットだー！え？ホテルまで？これ、すごい予約しづらいって噂じゃない。忙しい中、予約してくれたの？二人にほんのお礼だよ。やったー、パパ大好き。たくさん楽しもうな。こうして俺は社長になり、会社の業績もぐんぐん伸びている。あやねやりんに苦しい思いをさせず生活できていることが今何よりも幸せだ。これからもこの幸せを守るため頑張っていこう。みんとっても楽しい幸せだよ。そりゃあよかった。俺もリンが楽しそうで本当に幸せだよ。私も。うわー、おい、どこ行くんだリン。クマさん、覚悟。何言ってるんだよリン。もしかしてハルエおばさんの言葉を信じて。え、何を言われたの。すっごい、ハルエちゃん、おててで木をパッカーンってできるんだね。リンもやりたい。リンも。リンちゃんがやったら怪我しちゃうよ。じゃあハルエちゃん、どうすればできるようになる？そうさね、私みたいにクマを倒せるようになったらきっと割れるよ。クマ？うに、わかった。クマさん倒せるようになるよ。そうそう、その意気だよ、リンちゃん。今の時代、女も強くないとね。リン、
クマを倒せるようにだけはならないでね。ってことはクマのブーさん倒しに行ったってこと？うん、止めないと。リン、ストップ！ごっちゃんこー！こらこら、リンちゃん、このクマは倒しちゃダメだよ。うわ、ハルエちゃん、これは内緒ね。じゃあ、私はパレードの時間だから行くよ。またね、リンちゃん。パパ、ママ、クマさんがハルエちゃんだった。あの人は、一体、何者なの？に、パレード見たい。パレード行こう。Thank you.